はい、こちら二の丸です。本丸に次いで非常に重要な場所です。この先は絶壁になっております。絶壁からは、本丸とは違った方向の、風景が眺望できます。で、最近ではちょっと、周辺の、樹木が非常に伸びてきたために、ちょっと眺望が効かない部分もありますけれども、そちらの方をこれから行ってまた説明いたします。こちらが二の丸奥のからの眺望です。下の方に家が並んでいます。で、当時城主や家臣たちが住んでいた、根小屋と言われる地区はこの下の右手奥の方になります。根小屋というのは山の上に城を持つ城主や家臣が住んでいた城下町を言います。この大野、この先が大野という集落になりますけれども、大野の集落内には城主の居館を示す館屋敷、笹部屋敷、勘定蔵などという城下に関わる俗称や地名が今も残されております。